はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヒラノファンタジア始まるって。画面をミョンミョンするな。夜更かししてた感じ。こっちは本読んでた。おお、ミシシ。5月5日ランプの誕生日なんですね。めでたい。ということで、中野あずさです。親がジャズバンドをやって。ビーチバレーしたいな。はるか、どこにいるかな。おはよう。土産がある。よくできました。戻りました。すごいわ。では行ってまいります。訓練。私の家に温水プールあるんだ。少し、ありがとう。みんなで遊ぶと楽しいよ。チャレンジクエストがやってるんですね。でもこちら、ホコリは嫌いなんだ。髪と尻尾につくからな。バイトしなきゃ。あのケーキ屋以外で条件いい店ないかしら。今回はシナリオクエストの中編ですね、おそらく。この本だな、あれ。私もお供させてもらうわね。よろしいかしら。どうするんだろう。でしたら、私としたことが。ですので。そうね。あ、そっか。なんで。ですので。なるほど。どうですか。確かに。
怖すぎる。ようやく。どんな時も頑張るぞい。チモシー神社か、なるほどな。頑張るぞいに頑張ってもらおう。まだ青汁のお饅頭が残っているな。みんなで頑張ろう。こんな感じでどうですか。出せるんじゃないのか、よく見てれば。子供扱いして食べないでください。結構いい線いってますね。待っててね、援護するから。ダメだ、死なせないぞ。もうこれで終わり。どうすか。お疲れ。なんとかなるもんだな。確かに。おい。エターナルちゃんのことを考えてたら一日なんてすぐね。西山、みんなを仕切るなんてできる？メイドというよりは。やりました。うん、あの、いえいえ。そんなわけないわよ。どうですか。それって、はあ、へい、やった。どう？ふむふむ。な、めだよ。うわーい。邪神ちゃんの声と思わないな、わーいって。よーし、なんかなんでこんなロボなんだ、ずっと。チモシー神社、まだ青汁のお饅頭が残っているの。もうこれで終わり。皆さん頑張です。お前がやるんだよ。というわけで、やっちゃいますよ。私たちの勝ちです。やりましたね。勝ちすぎだろ。ひふみの仲良し度3にアップ。掃除機みたい。調子どう？そうですね。へい。
だけどさ。いい。なんと。お、ロボが後ろ後ろ、園部後ろ。お、なんか主張強制的か、強制的じゃない、あんたがはい選んだんだろう。ほのほの。ニューゲームの世界に。そうですね。そうなんだ。そうだね。そうですね。はい。うん。バイトしなきゃ。あのケーキ屋以外で条件いい店ないかしら。行ってきまーす。いいですね。どうも。お、いい。ご主人様、やりました。何ですって。そうですね。よし。なんで。よよよ。なんですって。はい、ご主人様。ジャック、え、なんで。どうしましょう。確かに。いい。給料。お帰りなさいませ。いいね。それってセーフ。確かにセーフって感じだったね。うん、あはははは。
と。え？なんと。バトルか？うわ、出た。困ったもんだな。フレー？フレー？もうこれで終わり。皆さん、ガンバです。一発で倒した。勝利のポーズってこうかな。よしよし、使う暇がないや。バイトしなきゃ。あのケーキ屋以外で条件いい店ないかしら。休日いい。あらららららら。おいおい、なに？どうなんや。どうでしょうか。そうやな。ご主人様、閉じっこ。どうぞ飛んでくる。ふむふむ。いい。よし。そうね。白崎ルルナです。絶賛フォロワーさん募集中です。配信だ。配信の鬼。ほほら。なんだ、アウト。避けた？まあ無理ですよね。なかなかやりたいですね。いい。どうでしょうか。おう、ご主人様。破損事故だ。うわぁ！消し積みするわよ。はぁ、あ、はぁ、あ、ゴミのようだ。てへぺろ？泣いてます。もっとく。はわわ。くぬぬ。こら。雷。よし。なんでやねん。だけどさ、
どうだろう、うん、え？いや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 、エターナルちゃんのことを考えてたら一日なんてすぐね。10節最後ですね。気がつくな、地獄人謎やな。え、我々だよ、あのゲームをプレイしている。そうか、よし。悪じゃの。水着かな。ご主人様。いいな。人気あります。ご主人様。やりました。いえいえ。何ですって？うわーい。了解。でしたら、うん、あ、いいっすね。お、来た。おひひひひひ。うん、うわ、終わり。確かに。ご主人様。エターナルちゃんのことを考えてたら一日なんてすぐね。すみません。ありがとうです。とても助かりました。ちょっと厳しいでしょう、さすがに。まともに戦える戦力があんまりないからな。早めにやらなきゃいけないから攻撃主体ですよね。ミディナイトメアがいいと思う。
メリーナイトメアに全部集中させるしかないですね。大丈夫だよね。消臭ロボ。いろんな薬を混ぜてみたよ。ロボだから効かないとかじゃないよな。私は負けられないし、負けないわ。どっちめてやる。覚悟しなさい。ねほりが。お願い、間に合って。火星毒性耐性で関係ないしな。わあ、見合えた。ヤスナが。限界であります。異世界だろうが、私のやることは変わらないわ。寝てくれない。今は我慢の時だね。一発やれるか効果ないんやろうなとは思うけど、お手伝いします。これが出ない。もう逃げられませんよ。私の方が強いわよ。全くいかないわ。やってくれたんだし。強いわこれ。全力でいきますよ。異能には対抗できないわ。私とよさこいしませんよ。1、2、3、4、3、1、2、3、はい。16,000。残ってんで、ちょっと厳しいですね。ありかよ。まあ強敵なのは言うまでもないですね。降ってますね。ちょっと集団魔法が多すぎる感じがする。強いですねこれ。私だってやる気ですよ。今は我慢の時だね。カバディ弱い。アスセン焼いてしまったアッサリ。今は我慢の時だね。すごい技、やっちゃいます。参ります。キラキラの思い出よ。私に感じるんで
なかなか高いですね。外周一色。これ結構落としてくれですからね。なんかこれ使い放題するのはちょっとやばいです。お願い間に合って。ちょっと。僕は我慢です。これは痛いです。私もやりますから。健康一滴。ここを取ります。これは我慢です。これは敵を知り己を知れば百戦危うからず。アフタヌーン了解した。24000。えいや、今は我慢の時だね。早く因数を増やさないと。ようやく1体倒れた。このいや痛いです。痛いです。正面突破できましょう。倒す。これ1体今のうちに倒さずに回復させます。次のために残しておきましょう。どうだ。気合を入れていざ。とっておきのやってみよう。いきます。これは容赦はしませんよ。まあ我慢。まあ使いません。我慢です。それ残り1体になったら楽ですからね。ここで、気合を解放しちゃいます。私だってやる気ですよ。これ土属性はこれに強いのか。外周一色。これは強い。どうかな、効いたかな。早く使ってしまわないと。マリクはアフターヌーン了解した。まあ倒せない。でも5万のダメージ与えた上に、ダメージ与えた。早く枚数を減らさないと。コルクが、さあ今のうちに。守りもしっかりしなきゃ。使えない。妖属性だ。正面突破できましょう。きっと大丈夫。あ、失敗だったかも。どうだ。一体倒した。修行の成果をお見せします。参ります。12000。ミスった。悔しいな。これはやばい。この残り3体だけなんですね。やばいやばい。
ことないもん。とりあえずみんな大丈夫？これ回復させとこう。辛いなこれ。たまにはね。それ。やったね。はい、どうぞ。攻撃力アップか。これ一体になった。これはどう？私役に立った？必殺の一撃。えいやー！えい！これはえい！そう。私もやれますから。健康一滴。苦手な相手が残ってしまったんだよな。痛いですよ。敵を知り己を知れば百戦危うからず。参ります。キラキラの思い出よ。アフターヌーン。了解した。これ一体、そうだ、コルクがあのこのあれで回復できるんだ。えいやは痛い。まあ厳しいことや変わりないけどね。最高マンです。やってみよう。気合を入れて、いざ。これで決める。アフターヌーン。了解した。早く一体でも倒さないといけないですね。容赦はしませんよ。やばいやばいやばい。あーっとコルクが動けなくなった。これはあーコルクしか残らなくなった。これは厳しい。なかなかダメージ量。早く減らしてしまわないといけません。手加減しませんよ。
交代かな。必ず勝つ。攻撃は最大の防御。きっと大丈夫。何するんですか。健康の敵。これでどうです。これ一体サポートします。どうかな、聞いたかな。ようやく倒した。やりました。思った以上やっぱり厳しいですね。はい、ということで広い屋敷に住むのも考えものだな。バイトしなきゃ。あのケーキ屋以外で条件いい店ないかしら。メイド館では笑えないシナリオクエストですね。中編を中心にお送りいたしました。次回は後編完結です。次回もぜひご覧ください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。このキララファンタジアですね、今まで遊んだ記録、プレイリストにまとめております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。また、説明欄にはブログ、ツイッターのアドレスも書かれております。こちらも、ぜひご覧ください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。